風俗店でですね、魂が震えるような愛あるセックスプランってないんですよ、そんなコース。彼氏が風俗に行く理由が知りたいです。付き合って1年になる彼氏とのことで、エッチに関しては全くレスではなく、むしろ多い方で、彼の要望には全て応えてるぐらいマンネリエッチではないと思ってましたが、しかし彼はセクキャバやデリヘルなどに通っていることを知り、とても悲しく立ち直れません。束縛もした覚えもなく、尽くしてしまいました。なぜ彼氏は風俗に行ってしまうのでしょうか。また風俗や浮気の予防の仕方を教えてください。あなたは日本で一番風俗に行く男性の心理に詳しいカウンセラーの前に今いるかもしれません。私は20代はですね、まさしくもう本当にまあろくでもないやつだって言ってましたけれども、もうソープランドが我が家ぐらいの方法ですので、みんながいらっしゃいませって言われてる時に私が行くと、おっ、どうぞお帰りなさいって言われるぐらいの常連だったんですね。で、その時の自分の心理っていうのはですね、こんな感じかな。どれだけ払ったら僕のそばにいて僕を愛してくれるんだいっていう孤独がまず一つあります。で、あなたの彼はこのタイプではないですよね。要はですね、あなたという彼女がいるわけですから。そうするとですね、次はですね、彼は自分のことを物扱いしてます。私がですね、この心理学という心を学び始めて、それでびっくりするぐらい風俗に全く行かなくなりました。というか、全く興味がなくなっちゃったんです。それはですね、風俗でするセックスっていうのはなんだよ、マスターベーションと一緒じゃないかって思うぐらい、物質的な、肉体的な、まあ工事現場、地下鉄工事みたいな、ドド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 みたいなもんだったなと思ったわけです。それは、ハートがこもってないんです。風俗店でですね、魂が震えるような愛あるセックスプランってないんですよ、そんなコースは。それは本当に物質的なものなんですね。そして彼はですね、本当にハートっていうものをあなたが教えてあげる必要がありますね。まあ多分こういうようなタイプの人にはですね、まああなたが営んでいる時に、愛してるわ、愛してるわって彼にいっぱい言ってあげてください。で、彼に最後にです。愛してるって聞いてください。え？って彼が思ってる。愛してる。るって、セクシャルエネルギーがハートに入ると、こういうタイプはその瞬間にフィニッシュを迎えてしまいます。そしてですね、すごくセクシャルエネルギーっていうのは、実はですね、皆さんが男女関係で愛や恋だと思っている、まあ9割はですね、残念ながら性欲なんです。でもこのセクシャルエネルギーをハートで感じるようになると、ものすごくその人たちが愛おしく感じるんですよね。で、そうなってくると、本当にハートでつながるということを我々は言いますけれども、好きで好きで大好きでしょうがない。本当に大好きな彼や彼女が初めて今日結ばれるっていう時にすんごいロマンスを感じますよね。ハートを感じますよね。で、セックスが本当にハートでつながるということをあなたがちょっと研究されると、まあそうですね。我々ではジョイニングという目と目でつながるっていうやつがあるんですけれども、それはセックスだけじゃなくて人と人が本当に心がつながるということ。これをあなたが学ばれるとですね、まあ本当にバカらしくても風俗なんか行ってられないわ、みたいな形になっちゃいますね。まあ私が言うから間違いないですよ。珍しいですね。男の人からのご相談。私は家族への感謝の気持ちを伝えることがなかなかうまくできません。普通だと思うけどね。特にこのご時世、新型コロナが流行し、家庭では外出できないイライラから DV が起きていること、DV? デブ違うな。DV が起きているというのをよく聞きますが、私にはそんなことはとても考えられません。家族が新型コロナに感染せず、無事にいてくれることが何よりの幸せではないかとも思っています。さて、どのようにすればうまく伝えることができるでしょうか。勇気がいりますよね。実は私もですね、昔、あなたみたいな人でした。
もうすんごくシャイで恥ずかしいですね。我々男性っていうのは感情に触れるっていうのがもうすっごく嫌です。昔ですね、私は長崎でワークショップを受けた帰りに、あなたと同じように家族に感謝を伝えたり手紙を書くっていうのをすっごいその当時嫌だったんですね。その時に長崎空港でおじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母さんっていう湯飲みを打ってました。そしてその当時おじいちゃん死んでいなかったんですけど、おばあちゃん、お父さん、お母さんっていう湯飲みを買って見上げピュッて自分の部屋に行っちゃったんです。で、私がお土産を買うなんていうのは珍しいから、え、何珍しいわねって、あれなんか湯飲みよ、あれ何これ、おばあちゃんから帰ったら、あれこれおばあちゃんの湯飲み、あ、お父さん、これお父さんの、お母さん、これ私の湯飲み、はははは、って今で笑ってる声を聞いてベソかってました。で、こういうのを言えない人っていうのは意外と物に託したりすることがいいと思いますよ。でもですね、私が、そうですね、昔、ある昭和一桁生まれのお父さんが、奥さんに連れられて、私どものワークショップに来た時に、三人のお嬢さんがいらっしゃるんですけど、そのお嬢さんにちゃんと愛情を伝えてあげることが娘の上層教育のためにすごくいいことだと思った。でも、何度チャレンジしても、昭和一桁生まれの私は娘を前にしてお前を愛しているとか、お前は私の宝物であるということをどうしても言うことができない。そういうことを言われたこともあります。本当に我々男性は感情に触れるっていうのが苦手なんですね。映画にゴーストっていう古い映画があるんですけれども、それは大好きな彼が、まあ、事故かなんかで死んじゃうんですね。そして霊媒師に、がですね、その彼の魂を入れた時に、嘘か本当かわからない時に、彼の何か口癖を言うんです。それは、愛してるわよって彼女が言うと、彼は、愛してるっていうのは恥ずかしくて言えないから、me too、僕もだよ、としか言えないんです。で、それで、あ、彼なんだってわかるんですけど、男性にはすごく多いんですよね。だから、あなたが本当に勇気を持ってそれを伝えることで、本当にいろんなドアが開きます。承認する、認められる。そしてあなたがシャイで隠れている、人生から隠れているドアも開きますから、まあこういうことはチャレンジしていただきたいと思いますね。本当にですね、あなたにとって大事かな。はい、皆さん、今日はインフォメーションの時間をちょっといただきますね。いつものこの短いのじゃちょっと物足らない、しっかり恋愛心理学を勉強したいとか、私もカウンセラーになってみたいわっていう皆さん、神戸メンタルサービスっていうのはそもそもカウンセラー養成スクールが母体になっております。臨床経験って言うんですけれどもですね、本を読むだけではなくて実際のカウンセリング現場というものを我々は皆さんに提供することができます。日本で実は私どもカウンセラーのスクールとしては一番大きなスクールなんですね。もしよろしければ一度神戸メンタルサービスの無料説明会っていうのにお越しいただけませんか。90分、いつもと同じように私がいろんな説明したり喋り倒したりしますから結構楽しいですよ。しかも無料説明会に来ていただくと2時間の恋愛心理学講座が1回ただで聞けるチケットとか、3300円払わないといけない入会金が無料になったり、特典がたくさんあります。もしよろしければ一度来てください。よろしくね。